ゲームボーイのロムカセット内部。バックアップ電池を内蔵しているバッテリーバックアップとはコンピュータなどの電子機器において電池を使用することによってデータを記憶装置上に保存しておく技術である。英語表記の頭文字を取って BB、BB、BB などと表記することもある。バッテリーバックアップに際して用いられるメモリは SRAM である。 コンピュータ本体の電源を切断しても、電池から SRAM に電気が供給され、データは電池切れにならない限り SRAM 上に保存される。データを保持できる期間は、ほぼバッテリーの自己放電特性によるが、それ以外に SRAM のスタンバイ時の消費電流や回路、構成、周囲温度なども影響する。パソコンなどのコンピュータにおいては、 主電源を切っている時のコンピュータのバイオス設定の保持や内蔵時計の動作に使用される。機器本体内でバックアップを行う場合は電源としてボタン型電池などの一次電池や肉度電池などの二次電池を用いる。その他にも NIH 電池や電気二重層コンデンサが用いられる。二次電池の場合、機器に通電している際に充電されるため電池を 交換する必要がなく、日常的に使用していれば、データが消える、可能性は低い。しかし、長期間通電しない場合は、数ヶ月程度で、バッテリーが放電してしまうため、一時電池より、保持期間は短い。また、10年程度以上経った、肉土電池は、液漏れなどにより充電できない状態になる場合がある。機器によっては、ウベレムを搭載している。 ロムカートリッジでゲームソフトが供給された家庭用ゲーム機ではロムカートリッジの内部に電池を内蔵することで実現され主にゲームの途中のデータを保存する目的で使用されたこの技術の導入により長いパスワードをメモして再開時に入力するといった手間を省くことができるようになったパスワードの移し間違いによりゲームを再開できなくなることもなくなった反面 プレイヤーの過失とは無関係にデータが消失する事態も発生した。ロムカートリジ式ゲームソフトの場合、バックアップ用の電源には一次電池のコイン型、リチウム電池が使用されることが多い。このリチウム電池の寿命は数年程度であるが、ゲーム機の電源を入れている間は、ゲーム機本体から電力が供給されるため、電池寿命の長さはプレイ時間に比例する。 電池が切れるとバッテリーバックアップは機能しなくなってしまうため引き続きバッテリーバックアップを使用するには電池の交換が必要であるただし交換のために電池を抜いた場合にもバッテリーバックアップは機能しなくなるため保存されていたデータは電池交換時には消えてしまうこのためファミリーベーシックの専用カセットアスキーのターボファイル PC エンジンの10の声にや バックアップブースターなどでは市販の炭酸電池が使用できるようになっており、本体の電源を入れたまま電池交換するという承知が取られた。これは同時期のハードウェアにはあまり見られない珍しい仕様である。1990年代後半頃から、セーブデータだけではなくカトリジ内蔵の時計を動かすために電池が用いられたソフトが現れた。その際、電池は セーブデータ保持と兼用である場合と、セーブデータとは別系統である場合があり、前者の場合は、後者の場合やそもそも時計機能がないものよりも、消費電力が大きくなるため、同一容量の内蔵電池を使った場合に、データ保持期間はより短い傾向がある。現在ではセーブそのものに失敗し、カートリッジ内蔵電池の消耗を警告してくれる、ソフトも多数存在するが、 このことは説明書には一切の記述がなくバグではないかと思い悩んでいるユーザーも少なくはない。CD ロ m などの光リスクでゲームソフトが供給された家庭用ゲーム機では供給メディアの性質からメディアに直接データを書き込むことができないため主にゲーム機本体に内蔵されているバックアップメモリ領域に対してデータの保存が行われた。これらの機種では データ保持用の電源に電池ではなくコンデンサが使用され、本体の動作中に充電が行われる仕組みとなっていた。物理的なトラブルでデータが破損することは少ないが、しばらく本体に通電させないままでいるとデータを保持できなくなってしまう。基本的には全ソフトで本体のバックアップメモリ領域が共有され、その容量から溢れ出す場合は適宜不必要なデータを 削除する必要があったが一部の機種では外部のバックアップ用拡張機器も供給されていた。プレイステーションの登場で外部メモリーカードに保存する形が提示されて以降は以上に挙げたようなバッテリーバックアップ機構を備えた光ディスク式ゲーム機は発売されていない。近年では動画や画像、音楽などの外部データやアプリケーションの保存領域として ハードディスクドライブやフラッシュメモリを本体に搭載しているゲーム機が多くなっており、これをセーブデータの記憶媒体として利用するものが主流となっている。初めてバッテリーバックアップを採用したゲームソフトは1986年4月発売のスーパーアカセットビジョン版ドラゴンスレイヤーである。通常サイズのゲームカートリッジを巨大化して 炭酸電池2本の格納スペースを確保することで実現した。しかし完成度が低く電池の接触不良等によるデータ消滅が多発した。MSX 用ソフトでの初は1986年11月発売のハイドライドツーシャインオブダークネス。パーソナルコンピュータの本体に内蔵することが常識だった16キロバイトの SRAM とリチウム電池を ロムカートリッジの内部に内蔵した。なお、前作でパスワード方式を発明したが、ハイドライド2でパスワードを採用すると、約50文字の長大なパスワードとなりプレイヤーは入力ミスによる苦痛を味わうと考え不採用となった経緯がある。なお、パスワードについては、ハイドライド2の翌年に登場したファミリーコンピュータ版及び MSX、MSX2 版の ドラゴンクエスト2悪霊の神々では、懸案だった最大52文字の長いパスワード方式が採用されている。やはり誤入力が多発していたようである。一方この頃 PC、PC-8800M2 シリーズ、PC-9800 シリーズ、マッキントッシュシリーズなどではすでにフロッピーディスクが標準搭載となっていた。 低価格帯の MSX2 などでもフロッピーディスクが普及すると不安定なバッテリーバックアップに変えてディスクメディアでの成分が主流となっていく。ファミコンでの発は1987年4月発売の森田将棋。その後は RPG を中心に一般化した。RPG では未来神話、ジャーバス、インドラの光、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエストシリーズでは 翌1988年2月発売のドラゴンクエスト3そして伝説へから同システムが導入された。セガマーク3で初めて搭載したのは1987年10月18日のハジャの封印。1990年代中頃からフラッシュメモリなどの データの保持に電源が不要な不揮発性メモリが小型化をび低価格化したためにバッテリーバックアップに変わってこれらが徐々に記憶媒体の主流となっていった過渡期の機種である Nintendo 64やゲームボーイアドバンスのタイトルにはセーブ方式にバッテリーバックアップと不揮発性メモリが混在している二0十六年頃からロムカセットがゲーム用メディアとして使われることは 携帯型ゲーム機のみであり、読み出し専用の光ディスクに、前述の不揮発性メモリを用いた、外部記憶装置や、本体内蔵の補助記憶装置を組み合わせる方式が、主流となった。フラッシュメモリは、SRAM に比べて、記録速度が遅いため、不思議のダンジョンシリーズをはじめとするロングライクゲームなど、リアルタイムセーブを採用してきた、ゲームタイトルの中には、 ゲーム開始時にペナルティを付加した状態でセーブを行うなどの仕様変更が行われることもあった。フラッシュメモリには書き込み回数に制限があるが、ゲームに用いられているものは、現実的な使用範囲で限界に達したという例は、ほとんどなく、普通は説明書等でも触れられていない。ありがとうございます。